ジョセフ・マッカーシー、ジョセフ・レイモンド、ジョー・マッカーシー、ヨゼフ・レイモンド・ジョエ・マッカーシー、1908年11月15日から1957年5月2日は、アメリカ合衆国の政治家、ウィスコンシン州選出の共和党上院議員、任期、1947年から1957年、マッカーシーとそのスタッフは、 マッカーシズムと呼ばれたアメリカ合衆国政府と娯楽産業における共産党員と共産党員と疑われた者への攻撃的避難行動で知られる。ウィスコンシン州のでアイルランド系の家庭、父方の祖父と母がアイルランド出身に生まれる。実家は農場を経営していた。1930年から1935年までミルウォーギーノで法律を学び、 弁護士の資格を取った。シャワノの町の法律事務所で働きながら、1936年に民主党員として治安判事になるための運動に乗り出したものの、選出されず、1939年に巡回裁判官に当選した。1941年12月にアメリカ合衆国が第二次世界大戦に参戦。マッカーシーは、 経営免除を受けられる立場だったにもかかわらず、海兵隊の隊員として軍務に就いた。彼は、南太平洋の爆撃任務に観測書を呼び、後部銃座師として、戦闘に参加し、このことから、テールガンナー城というあだ名がつき彼自身も、選挙運動などで好んで使った。1944年、まだ軍務に就いていた、彼は、共和党に倉替えするとともに、 ウィスコンシン州の共和党上院議員候補者指名のための予備選挙に立候補したが、現職のお前に惨敗を喫した。1945年4月に軍隊を除隊。巡回裁判官の地位を反対なく再選出された後、彼は1946年の上院議員選挙のためにより組織的な運動を始め、ウィスコンシン州現役上院議員の二度で、 激しい選挙運動の末勤差で候補者への指名を勝ち取り、本選挙でも民主党の対立候補に大差をつけて初当選した。最初の上院議員の任期中、マッカーシーは注目されなかった。議会での法案投票において彼は、保守的だったが共和党の方針に完全に従ったわけではなかった。しかし大衆とメディアの注意を引くことに長けていたマッカーシーは、 たくさんの異なった組織に対し非常に多くの演説を行った。その主題は広範囲にわたっていた。彼の最も注目に値する初期のキャンペーンは住宅法と反差等配給制度だった。マッカーシーの横顔が全国的に知られるようになったのは1950年2月9日、ウェストバージニア州のホイーリングにおける共和党女性クラブでの演説の後だった。 マッカーシーの演説での言葉は当時きちんと演説内容が記録されておらずメディアの存在も極めて少なかったため現在議論の対象となっているしかしこの時彼が一つの文書を示し国務省で働いている著名な共産主義者のリストを持っていると主張した点で注目は一致している演説のある報告では私は正規の党員であるかまたは 共産党に確かに忠誠であると思われる人物の205人の実例のリストを手に持っているとしている。マッカーシー自身は57人の基地の共産党員に言及したのであり、205人という数字は国務省に雇われている者の,のうちいろいろな安全上の理由から雇うべきでない者の,の数であると述べている。述べられた正確な数はマッカーシーに対する 偽証罪の告発の時に一時問題となった。単に国家への忠誠心についてだけでなく、酒の飲みすぎとか無能力とかなど、いろいろな問題点を持っている職員をリストしている、国務省の文書が存在していたのは事実である。しかし、マッカーシーの演説は、ヨーロッパにおけるソ連の侵略の可能性と、マッカーシーの演説と同時に進行している。 アルジャーヒスの裁判に注目している国家にとっては衝撃的だった。マッカーシー自身も演説へのメディアの大きな反応に驚き、そして絶え間なくその後告発、共産党員数の両方をコロコロと修正したが、それは彼のやり方の特徴的な側面だった。数日後ソルトレイクシティにおいて57人の数字を示し、 そして2月20日の上院では81人と主張するといった具合に、彼はこれらすべての例を議論したマラソンスピーチを行ったが、その根拠は希薄か存在しないものだった。にもかかわらず演説の衝撃は大きかった。上院は告発を調査するためを調とする委員会を召集し、これらは事実無根であることがそのうちに分かった。しかし、 マッカーシーのような有力な議員に対しては、所詮無力だった。彼は、告発を少しだけ変え、そして、それを、上院や報道に対して、示すのだった。1950年から1953年の間、マッカーシーは、政府が内部にいる、共産主義者を扱うことに失敗しているという非難を、し続けたが、一方で、彼が一夜で、スターダムにのし上がったことは、 力ある国民的追随者とかなりの収入を得ることになった。彼の収入は上院の院団により調査され、その結果、彼のキャンペーンにおける問題ある行動と財政的な不正行為が明らかとなったが、法律的行動に出るための根拠を見つけられなかった。マッカーシーの赤狩りに告発者として協力したのは、ロナルド・レーガン、リチャード・ニクソン、ウォルト・ディズニー、ゲイリー・クーパー。 ロバート・テイラー、エリア・カザンらだった。ウォルト・ディズニーは、激しい右翼として全米にその名が知られていた。また、エリア・カザンは、映画界の仲間を売ったという十字架を、生涯背負うことになった。右派の政治家と右派活動家だったニクソン、レーガンの両名は後に大統領にまで上り詰めたが、ニクソンは、ウォーターゲート事件のため、不名誉な辞任をせざるを得なくなった。赤狩りでは、 ハリウッド店が訴追され追放された。また、チャーリー・チャップリンや、ジョン・ヒューストン、ウィリアム・ワイラーらも影響を受けた。グレゴリー・ペック、ヘンリー・フォンダ、ハンフリー・ボガードらの俳優は赤狩りに反対した。1952年における共和党の選挙勝利、大統領選勝利は20年ぶりには彼の攻撃が助けとなった。敗北した民主党候補者のうち、 少なくとも一人は、マッカーシーによる非難に、原因の一端がある。選挙勝利後、党の指導者は、彼の人気の大きさをリベラルな民主党員を、攻撃するための武器と認め、彼を上院政府活動委員会常設調査、省委員会の委員長に任命した。しかし、彼が信頼できないところ、及び言い逃れしようとするところは、決して党、特に、 ドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領に完全には信用されていないことを意味した。彼の委員会は、会務非米活動委員会と上院内部安全省委員会とは異なって政府機関に焦点を合わせた。それは最初、アメリカの声の官僚組織への調査を行い、そして国務省の海外情報図書館から親共産主義的文献と考えられるものを強制排除させた。 そればかりか政府与党に属しているにもかかわらず、政府内部における共産主義者が影響力を及ぼしていると非難をはじめ、アイゼンハワーの怒りを買うことになった。彼は今も続いている人気からマッカーシーに公然と反対しようとはしなかったが、しかし今やマッカーシーを危険なルーズキャノン、ふん勝手で信頼できない人物と考え、彼を影響力ある位置から引き離すために秘密裏に、 工作するなど距離を一層置くようになった。それでもマッカーシーに対する指示は止まることを知らず、ジョンズ・ホプキンズ大学教授のオーエン・ラティモアを合衆国におけるソビエトのナンバー1スパイだとして告発したばかりか、彼の前任上院議員だったラフォレット・ジュニアにまで調査の手を伸ばし結果的にラフォレット・ジュニアを自殺に追い込んでいる。1953年の秋、 マッカーシーの委員会は合衆国陸軍への調査を始めたが、それは不幸な結果となった。委員会は陸軍通信部隊におけるスパイ弾を暴露しようとしたが失敗した。委員会は陸軍の司会アービング・ペレスを召喚したが、彼は立証のための質問で20回にわたって権利焦点修正第5条目秘権を行使した。ペレスは軍隊の人間を 共産党に勧誘したことを告発された。確かに知られていることだが、ペレスは破壊組織のメンバーに関する国防省のフォームにおける質問に答えることを拒否し、陸軍軍移送官は1953年初めに彼の解雇を勧告した。マッカーシーはペレスがその勧告の後解雇されずに、その代わり少佐の地位に昇進したことについて、真剣な関心があることを表明した。 この校舎の問題を調査する中で、マッカーシー上院議員は、ラルフ W ツーイカー大将に対する扱いに関して、メディアの敵対的な注意を彼自身に対しもたらす、ことになった。マッカーシーは、ツーイカーの理解力を、5歳の子供の理解力と比喩し、そしてツーイカーは、大将の制服を着るにふさわしくないと述べた。1954年はめ、陸軍は、 マッカーシー上院議員と彼の助手で弁護士のロイ・コーンをもう一人のかつての援助者でコーンの友人のジー・ディビット社員に対し好都合な扱いをするよう陸軍に対し力をかけたと告発した。マッカーシーは非難は不誠実によるものであり、前の年の追加への質問に対する報復であると主張した。昇進にあたってマッカーシーは 上院調査小委員会のスタッフを本質的に入れ替えたが、普通、前任者を解職することはない。注目すべきは、ロイ・コーンであった。コーンは、以前の商務省の雇用者で、共産党のメンバーに監視偽証で有罪となった、ジュリアスとエセル・ローゼンバーグへの熱心な告発や、そして合衆国の共産党指導者への裁判で、知られていた。なお、 1995年に公開されたベノナの写しは、レミントンとジュリアス・ローゼンバーグが、ソ連のために働いていたことを証明したが、口述の通り、マッカーシー自身は、そのような証拠には触れていなったとみられる。また、エセル・ローゼンバーグのスパイ行為は証明されていないが、夫のスパイ行為を知っていたことは証明されている。マッカーシーが省委員会の会議を主催することになった、時、 コーンは何の法律的経験も持たない26歳の検察官だった。そのこともあり、コーンは聴聞を公開の場でやりたがらない傾向があった。これはマッカーシーの議会秘密会と記録しない会議を首都から遠く離れたところで行い、公開の精査と質問を最小限にするという好みとうまく混ざり合った。コーンは調査のために 反ユだや主義的動機という非難を避けることを選んだが、調査を追求する自由を与えられていた。2、3人の注目すべき人物が、マッカーシーが委員会を主催するようになって、すぐに委員会を辞めたが、その中にロバート・ケネデもいた。彼は委員会の赤狩りでも当初は活躍し、マッカーシーとの関係も修正良好だったが、馬の合わない。 ロイコーンとは文字通り殴り合いをした。辞職の際、ロバートは他の委員の辞職理由に同調したわけではないと言明している。これらの辞職によりが執行指揮者に任命された。マシューズは以前に共産主義者戦線組織を渡り歩いた経験の持ち主だったが、1930年代に急進的な傾向への嫌気から転向し過激な反共活動を叶った。 また、メソジスト牧師でもあったことから、マシューズ博士と呼ばれていたが、進学博士号は、愚か神学校の単位を取っていなかった。後年マシューズは、我々の教会の赤どもという文書ので、プロテスタントの聖職者内の共産主義への共感を書いたために、複数の上院議員の怒りを解執公式者をやめざるを得なくなった。だがマッカーシーが会での人事権について、 影響力を維持したことから、さらに何人もの辞職者が生むことになる。マッカーシーが批判の矛先をアメリカ陸軍にまで向けたことが彼の命取りとなった。マッカーシーは、まず陸軍内にスパイ網が存在すると主張したがそれを立証することができなかった。次に、アメリカ労働党員であった司会で陸軍少佐のアービング・ペレスが、 自身の政治活動に関して、軍当局に回答を拒否したため、名誉除退させられたことを取り上げた。マッカーシーはペレスがソ連のスパイであると主張し、軍法会議にかける、要米軍参謀総長のロバート・スティーブンスに圧力をかけた。マッカーシーの抗眼無知な攻撃に激怒した陸軍は、反撃に出た。陸軍は過去にマッカーシーの事務所で働いていて、 当時帳簿されていた兵士デイビット社員について便宜を図るようマッカーシーとコーンが軍に依頼していたことを暴露し、さらにコーンと社員が同性愛の関係にあったとみられることをマスメディアにリークした。1954年4月から上院において陸軍マッカーシー問題特別委員会が開かれ、これがテレビで中継されたことで、 アメリカ国民のマッカーシーに対する支持率は急落し、共和党政治家の中にも、マッカーシーを見限る者が現れ始めた。これと、ほぼ同時に、ジャーナリストのエドワード・アル・マローによる CBS テレビのドキュメントシリーズ、今、それを見よが放送された。1954年に放送された番組内で、マローは、ミシガン州空軍予備役のマイロ・ラドゥロビッチ中尉が、父親と妹が、 共産主義者だという内部告発があったというだけの理由でミシガン州空軍からの除隊勧告を受けたことに対して異議を申し立てた。当然のことながらマッカーシーは自分の方針に沿ったこの空軍の決定に対し指示を与えていた。なお、このような番組を流す動きに対して空軍から CBS に対して圧力があったもののマローラはこれを跳ね付け放送を行った。 またこの放送に続いて、1954年3月9日に放映されたの30分間の特別番組、ジョセフ・マッカーシー上院議員についてのレポートの中で、当時アメリカ中のあらゆるマスコミが自分自身が赤狩りの標的になることを恐れて、マッカーシーに対する批判を控えていた中で、強引かつ違法な手法で自らがターゲットとした。 個人や組織への攻撃を行うマッカーシーのやり方を、すれどく、反した。この回の放送のほとんどは、マッカーシー自身の過去の演説のクリップで、このクリップの中でマッカーシーは、民主党を、20年間にわたる裏切り、1933年から1953年、と非難し、陸軍大将を含む承認を怒鳴りつけていた。その後番組内における、 反論の機会を得たマッカーシーは、マローのことを、ソ連の秘密警察と関係がある団体と関係を、持っていた、政府からテロ組織と指定された団体の構成員で、あった、これのような事実はないなどと非難したものの、マローによる、この一連の放送は、陸軍との対立により強まってきていた大衆による、マッカーシーに対する不信を後押しし、反マッカーシー派を勇気づける結果となった。 この経緯は後に、ジョージ・クルーニーにより、グッドナイトグッドラックとして映画化されている。なお、ラドロビッチ注意への除隊勧告は、その後ミシガン州空軍内で調査が行われた結果を受けて撤回された。マッカーシーはその後も、陸軍を追求する委員会において、コーンと共に陸軍内の共産主義審判の浸透を許したと軍の上層部を告発したが、 6月9日に全米へ中継された公聴会では、マッカーの攻撃的かつ侮辱的な問責が目立ち、関門された陸軍側弁護士のから逆に告発の内容の信憑性の低さを指摘された上にしまいにはこのように叱責されるお粗末さだった。全米に放送されたこのシーンは、その後のマッカーシーの没落の象徴として多く流されることになる。さらにその後、 共和党のラルフ・フランダース上院議員が1954年6月11日にマッカーシーに対する検跡決議案を発議しアーサー・ブイ・ワトキンス上院議員率いる委員会が組織されマッカーシーに対する調査を開始した。その後、上院は1954年12月2日に65対22でマッカーシーを上院の品位を損ね、 それへの批判を生む行動をしたとした、検跡決議を採択した。マッカーシーの決定的な没落の原因が一連の陸組への調査と、その後のマローの番組であることは確かであるとしても、合衆国上院の何人かの議員がマッカーシーに、大使1953年のだいぶ前から反していたことは注目する価値がある。一つの令和であり、メイン州選出で、当時の米上院では、 唯一の女性議員だったスミスは、1950年6月1日の両親の宣言の中で、マッカーシーを名指しはしなかものの、それは上院のルールにより要求されていたマッカーシーのやり方を非難している。6人の上院議員の同僚がスミスに加わっている。しかし、その後もマッカーシーを擁護する議員も存在した。同じカトリック信者で、 同僚議員としてマッカーシーと関係が良かったものの、民主党の方針で、マッカーシーの検籍決議案に賛成票を投じるを得なかったジョン・カイ・ケネリは、かねてから必要とされていた手術を受けることを口実に投票を棄権している。なお、後世によく言われるように、上院の検籍決議の前に、マッカーシーが大衆の人気を失っていたという報道は、事実に反している。 マローの番組をはじめとするマッカーシーへのバッシングがピークに達し、上院の検疾決議まであと数ヶ月という時のギャラップ世論調査では、マッカーシーの行動への支持率は50%、不支持率は29%だった。1950年から1954年、マッカーシーの反響運動期間にかけての同調査では、カトリックのマッカーシー支持者が56%、 不支持者が29%、プロテスタントの支持者は45%、不支持者は36%であった。マッカーシーは大酒のみで、このことにより多くの記者との期間のない関係が築かれたが、上院での建築とその後に巻き起こった批判。その結果の没落はマッカーシーに怒りと落胆を引き起こし、体を蝕んだ。上院での建築を受けて事実上失脚した。 マッカーシーは、その後表舞台へ出ることもなく、その後急性肝炎で、ベセスダ海軍病院で1957年5月2日に死去した。48歳ボ上院での建築こそ受けたものの、死去に際しては、上院の議場で、告別式が催され、当時の上院議員としては、稀な国葬の栄誉を預かった。カトリック信徒であったため、葬儀は、 聖魔大大聖堂で多くの司祭の立ち会う将軍ミサとして行われた。マッカーシーの棺が暗記されたワシントンの葬儀場の外には早朝から深夜まで弔問に訪れた市民3万人が列をなした。ウィスコンシン州アップルトンのセントメアリー墓地に葬られた。妻のジーンと養女のチーアニーが後に残された。1995年、ベノナ。 ソ連暗号解読プロジェクトが機密扱いを外され、ソ連の暗号通信の内容が明らかになった結果、具体的な数には関係なく、ソ連のスパイ行為はマッカーシーの見積もりよりもさらに大規模なものだったことが判明している。ベノナは特にソ連のスパイにいろいろな方法で協力した合衆国の市民、移民、そして永住者を含む少なくとも三百四十九人の人々について、 言及している。マッカーシーは、ベノナ秘密情報への接触はなく、彼の情報は、他の情報源からだと信じられている、FBI のフーバー長官からだという。ベノナはマッカーシーにより調査された、ある人物たちが事実ソ連のスパイであることを明らかにしている。例えば、メリー・ジェイン・キーニーはマッカーシーにより単に、共産主義者とされるが、実際には彼女も、その夫も、 ソ連のスパイだった。マッカーシーにより、名指しを受けたロークリン・カーリーは、ルーズベルト大統領の特別顧問だったが、ベノナにより、ソ連のスパイであることが確かめられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。